はい、おはようございます。1個集中講座、今日で5個目になります。はい、これでですね、これをできればだいたい半分が終わったことになりますので、ぜひね、頑張ってください。1回目、2回目、3回目、4回目と来て、今日5回目。はい、これです。何やってるかちょっと分かりづらいですけど、こういう動きですね。今日は肩ですね。これもね、僕は全く苦労しないでできたんですけど、結構生徒の中ではね、苦労する人も多くて、なのでこれの解説なんですけど、肩ね、こう上がりますかね。なんか普通にこう片方ずつ上がるよね。こうトン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 みたいな、これです。で、ほんとこれだけなんですよ。で、一番最初のね、話した地面を、手のひらを地面の方に向けてみたいな、この状態でこのまま上げるというか、その時に器用な人はね、ここの高さをね、こう一緒に上がっちゃうとやっぱ良くないですね。肩を上げる時にここをできるだけ上げないように、肩だけ上げるっていうことをやってみてください。いいですか？ちょっと難しいね。で、その時に例えば脇をこうやってね、締めちゃったりとかしないようにして肩を上げていきます。で、逆肩は動きませんからね。これ両肩でこうやってるんじゃなくて、片側だけです。トン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 、わかります？片側だけ上がってるのわかる？トン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 。で、この時は肘は本当は下がります。で、しっかり、あと今みたいに、僕のやったミスみたいに、肘からですね、肩の時にこう肩やってるのに肘も上がってる。これダメですね。必ず肘は戻してから肩に行きます。はい。ね。まあ今日はね、肩だけでいいんですけど、ね、これでもう半分、片手分できました。第二関節、手の甲、手首、肘、肩。これで、どうでしょう。これ戻すのはね、まだやってないんであれですけど、みんなね、一個集中講座を頑張ってるみんなは、これくらいはできるようになったんじゃないでしょうか。ね。ね。まずは、一個、肩のこの練習を今日はやってみてください。はい。ね。もうちょっとで、ね。完成しますからね。ぜひぜひ頑張ってみんなを驚かしちゃってください。はい。それでは頑張りましょう。以上です。